お前、この世へ何しに来たか。始まりました。はい、みじる、どうぞ。違うね、うん、ハッピーアイスクリーム。はいはい、みじるかのごしゃひでよ、みじるです。いやじゃな、水色赤のごしゃひでを怖えな。おるの、おるの、おらん、おらんの。水色赤の秋人です。みじる今嘘ついちゃったね。うん、みじる赤にごしゃひではおらんかった。いやじゃ、ごしゃひでおと一緒にバンドしたくねえ、怖えが。そうなん、怖い人な、うん、いや怖いかどうか知らんけど、なんかこだわりそうじゃが。みじるも会うたことないけん、うん、わからんのんじゃけど、うん、今日は、うん、ごしゃひでお監督の、はい、吉原炎上、これだ。あ、よし、やるか、これ。うん、俺は、実は、うん、昔一回見たけど、うん、今回、みちるが急にやると、言うたわけで、うん、あの、前情報とか何もなしで、うん、どっちかといえば、聞き役かな、うん、として。みちる、吉原炎上も、映画な。3、4回見たことあるんだけど、うん、あんま覚えてないんだけどな。うん、これな、うん、イラストな、斎、うん、藤真一だったっけ、うんうんうん、オートル、オートルかな、あっとるあっとる、はい。さんが、カイトンよな、うん。この人はまあ原作なんだけど、うん、この人、帳面が好きで、うん、絵が、可愛らしいんだけど、うん、その人が原作っていうのを書いてあったんだけど、うん、まあ、有名な作品だと思うよ、吉原炎上って。うんうん。名取裕子さんが。うん。乳首出してブリーンみたいな。うん、乳首出してブリーンって。あとは、うん、有名な人とかいっぱい出とったろうがな。うん、出とると思う。誰が出とる？片瀬里奈とか。はい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 。皆さんが若い時のな。うんうん。あの、まあ、遊郭、吉原。うん、うんうん。吉原遊郭の、舞台にして。うんうん。うんうん、繰り広げていく、うん、女の悲しい人生みたいな、はいはい、やつを描いとる映画なんかな、うん、この映画見てる、うん、何回も見たことあるんだけど、うん、まあ、結構な曲にもしてさせてもらったんよな。あ、そうなの。うん、そうなの。ほうほう、面白かったね。うん、何が面白いって、うん、やっぱりそもそも、うん、いい、これストーリーなんなん。ストーリー、うん、ストーリー、まあ、一人の岡山出身の女の子が、うん、親の借金の、あれで、売られるんよな。うん、吉原っていう。吉原っていう遊郭ね。こう明治の終わりの話ね。そうだね。はいはい。で、売られてそこで、まあ、働かされるという。うん、まあ、最初は嫌じゃが。うん、やっぱり、うん。だけど、そこで、こう、成り上がっていく、みたいな。うん、だけどまあ、主人公以外にも女の人が何人か出て、うんうん、その人の人生、うん、まあ、女の人の人生、5人か6人ぐらいの人生を描いとる作品なんよな、うんうん、そういうお話だったわ、うん、ほう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 。主人公は名取裕子さん、岡山県出身。あ、そうなんだ。物語の中ではな。でも、うん、神奈川県って書いてあるわ、名取裕子って、うんうん、物語の中では岡山県出身。岡山県だね。うん。それが売られて、うん、で、そこで働かされて、うん、最初は逃げるんじゃけど、うん、やっぱり捕まえられて、うん、よく聞く、オハグロドブ。うんうんうん。あるだろ？遊郭の中で。オハグロドブっていうのは、うん、遊郭の中で、うん、その、吉原の、うん、逃げれんように、うんうん、川があるんよ、真ん中に。うん、で、もう、来ちゃねえ、おはぐろっていうのが黒いが、うん、歯が黒く塗ってるやつがおはぐろじゃが、うん、来ちゃねえドブがあるんよ、うん、そこにはみんな入りたくないよな、うん、綺麗な澄んだ小川だったらみんなそこに入って、うん、でも逃げたいかもしれんけど、うん、真っ黒いドブだったら、うん、気持ち悪気に入りたくないが、うん、そういうのが敷かれとんよな、うん、吉原。それは何、逃亡を阻止するために。そうじゃな。はいはい。もう全体的に、うん、女に対しても、お客さんの男に対しても、逃げれんように、うん、おはぐろドブという、うん、汚ねえドブがあるんよな。あの吉原の中って、うん。でもそこをも入って逃げようとするんよ。うん、名取裕子さんは。うん、名取裕子さん役、名前忘れたけど、うん。それでもやっぱり、
逃げれんのよな、うん。一回入ってしまったら。うん、で、そこで働くことになって、うん、どんどん、こう、上に上がろうと、のし上がっていこうとする、名取裕子さんの姿。うん、他の遊女の、落ちていく姿。うん、名取裕子さんが入ったことによって、うん、新しい子が入ったことによって下がっていく、うんうん、ベテランの、うんうん、あの、遊女のことも描いとるし、うん、ものすごくな、女の世界の中の悲しい物語が描かれとったんで、うん、はいはいはい。そしてもちろん変わった。なんかこう、見どころとか、うん、こう、なんかないわけ見どころ、うん、じゃあ、このウィキペディアに書いてある作品の評価。笠原和夫は、結局、五社秀夫というのは、脚本にあるドラマ性が把握できない人なんです。どうしても絵から入る。確かに絵の方では刺激的なものを作る人なんだけど、その絵が全体のドラマの中でどれくらいの価値があるかという解釈ができないんですね。僕が一番ポイントにしていたのは、根津勘八が演じた男で、これがキーパーソンなんですけど、これをきちっと捉えてないんだな。あの男は、インポテンツなんですよ。もっとそれをわかるようにしなきゃいけないんですよ。要するに、インポテンツの男と、名取裕子のおいらになるためだったら何でも利用していこうという女の差が、金のために体を張るんだけども、あなただけは本当の愛情を注ぎたいという女の願望と、それを受け入れられない男がいて、それがすれ違うという部分を描いていない。ドラマ全体の流れというものを整理してくれてない。必要のないシーンで大芝居させすぎ、などと評している。そうなの。何読んだん今。感想？うん。ウィキペディア？うん。ウィキペディア？うん。今のウィキペディア？ウィキペディア。ウィキペディアが一人の人の感想になってしまっとる。うん。他の脚本家がな、うん、こうやっていう評価を下して、うん、他の脚本家の人は、脚本家がプロデューサーの人は、うん、いや最高の映画だって言っとるみたいな。両極端な。ウィキペディアって怖いな。うん？そっか。ウィキペディアって、うん、誰でも書けるんだろ？うん。ほんまに？知らんのよ。一人の脚本家の意見を、うん、なんで作品の評価として乗っけとんだろうな。うん、しかもこんな長々と。そんなもあるんじゃ。うん、まあ昔、うん、ウィキペディアをなんか映画の、うん、あの、うん、三池高志、監督のやつを見たときに、うん、クソ実写映画監督、うん、って書いてあったもんな、うん、書いてあった。あんな感じで誰でも書けるんかもし、書き換えれるんかもしれんけど、うん、あのそういう地位がある人は、うん、地位っていうか、うん、書き換えれる人は、うん、まあでもまあこれは意見だな、うん、一人の、うんうんうん、でそこについてはどう思ったの？俺もこれ覚えてないけん、うん、今見ながら何の話だろうと思いながら、うん、インポテンツなんだって、うん、ああ。なるほどと思った。あ、そうなんじゃ、うん。そこが映画ではちゃんと描かれてないって言って。うん。あ、それを書かんと、うん、このドラマが成り立たんで、この人は意見を言おる。うん、まあ、抱いてくれなかったみたいな、うん。私を女として見てくれなかったみたいな。うんうんうん。のはあったわ。うん。だから、ミチェルは、うん、ちゃんと嫁にもらってから、うん、抱きたかったのかなと思ったよ。うんうんうん。だけど、女の方はそれが不満だったみたいな。うんうん。女として見られてなかったみたいな。うん。インポテンツだったんか。いや、知らんよ。それ、これはこの人の意見だろ。うん。うん。この人の意見だけんな。うん。いや、もしかしたら、五社秀夫はミチルと同じように考えとったかもしれんが。うん。でもまあ、そんなところが、ミチルはどうでもいいんだけど。うん。うん、じゃあ、この脚本家とは違う意見の面白いところがあるわけね。うん。はい。聞いてみましょう。うん。やっぱり、うん、その、遊郭とかって、うん、女の世界じゃけん、うん、いじめとかあるんよな。うんうん、誰が上か、うん、誰が下か、うん、自分より、抜かされた、うん、抜かされてないっていうのが、うん、描いとんよ、うん。で、ミチルは、この、吉原炎上じゃなくって、うん、原作の、斉藤慎一だったっけ、うんうん、この人が、絵本を描いとんよ。絵本？絵本なんよ。うん、その絵本の中で、うん、悲しや娘が出てくるんよ。うん、で、きっと、うん、遊郭ってこんなとこだったんだろうなってミチルは、
想像できたんよ。うん、勝手にな。すべて勝手に、絵本だけで想像したんよ。うんうんうん、それが、まあ、まあまあ、うまいことできとったっていうか、うまいことを、落とし込んどったかなっていうのがあるよ。うんうん、つまり、このさっきの、脚本家の人は、脚本じゃなくって絵ばっかりだみたいなこと言ったけど、みちるからしたら、いやいや絵ばっかりがうまいことできとったんでいけんだと、そう、絵でええんよ、絵が良かった、絵が素晴らしい映画だ、遊女の世界って嘘ばっかりなんよ、うん、そんな嘘ばっかりの世界を描いとる、物語、はいはい、これがな、悲しいんよ、うん、その嘘ばっかりの世界を信じてしまって、殺人を犯してしまったり、嘘ばっかりの世界を信じて、破滅してしまったり、裏切ってしまったり、そういう中で起こった事件、いっぱいあるんよ、なんか実際にもそういう資料とかも残っとるし、これが吉原ってまたちょっと厄介なのが、要はその時の政府、まあ江戸時代だったら幕府になるんか、公認の女遊びできますスポットなんだろ、そうじゃな、ここもなちょっと厄介なんよな、それを赤線と呼ばれとって、赤線の警察が引いた赤線の中では、そういう、商売があっても、認める、で青線という、こっちだったらダメ、やっぱり政府がやっぱり黙認しとった、そういう時代があったよな。まあ今もそういうのあるんかもしれんけど、この大々的に吉原みたいに、バーンと表立ってはないか。そう、あるね。あるか。今はな、家に火をつけても、消防車が家に来て、火事が収まるケースも多いけど、昔の日本って、木造じゃけん、すべてが、で、この家が続いとるよな。家の隣にすぐ家。一軒が火事になったら、すべて燃えるんよ。だから、昔のその遊女たちって、死にたいと思ったら、火をつけるんよ。もうすべて、もうすべて消えたらいいのに、みたいな。そんな子いっぱいおったんよ。だから吉原ってよく火事になられたんよ。そういう、まあ、遊女たちの悲しい思いで火をつけてしまったっていう、話なんだけどな、吉原炎上って。まあ、本当に吉原の火事は記録にも残っとるしな。お店側からもいい、ちゃんとした人間としての扱いを受けれんくって。で、それで反発して、それを、お上に訴えるために。お上っていうのは、まあ、その事件を起こしたら、役人とかが来てくれるって思って、わざと火をつけたとかっていう話もあるしな。そうだよな。そう。死にたくてわざと火をつけた人もおるし。逃げたくて、わざと火もつけた人もおるし。怖えんな。吉原炎上、面白いけどな。そして他に見どころは？見どころ？な、どんどんな、過去が下がっていくんよ、売れんかったら。最初は、遊女だって言われて、高い、例えばなんとか屋敷に売られたとしても、そこで問題を起こしたら、そこで働けんくなるだろ、そしたら、ちょっと、格が下がった、なんとか屋敷とかじゃなくて、なんとか家、みたいな。ちっちゃい、一個の家でしとるような、ちょっと汚いところに、で働かないけんくなるよな。安い金で。で、しまいには、それもダメになったら、もう、自分で、柳の木の下で、ござを引いて、客を取るしかできんくなるみたいな。それが遊郭の中でオッケーだったんじゃ。そんな話なんじゃ。いや、そんな話はなかったけど。ないんかい。そんなところでいいんか、話す内容は。ダメ？いや、いいけど、例えばこの衣装がどうだったとか、美術がどうだったとか、音楽がどうだったとかはないわけ。まあ、水色赤の色の使い方が大好きで、これ美術担当が、なんかの人だ。そうなの。本人殺人事件とかの人じゃないか。この映画の着物の配色が水色赤だったり。はいはい。
ああ、それいいかもなと思った。水色と赤って綺麗じゃもんなと思った。うんうん。という水色赤の由来のお話でした。じゃあ、まあそんなところか。この映画は。お前、この世に何しに来たか。ありがとうございました。ありがとうございました。酔っ払ったんかい。